弾丸論破 V3 一生の黒が死ななかった場合の展開も見たくなかったに対するみんなの反応集です。それではどうぞ。赤松が一生で死ななかった場合の展開も見たかったな。その場合洗脳前の性格が人殺しが生き残って言い訳ないじゃん。あそこで死ななかった場合次の関門は塩のお友達募集のとこかな。でもその場合だと西原くんの覚醒もなくなるから後の裁判自体がきつくなるんじゃないだろうか。その場合だと赤松さんがメインのままだろうから西原くんは助手のポジだろうし従来の弾丸論破みたいになってなんだかんだでいけるんじゃないだろうか。そんなクソみてえなトリック成功するわけないじゃん。でも天海くんは死んじゃったよ。ひどいことするよね。扉の裏で相当ハラハラしてたんだろうな。西原くんは赤松さんカウンセリングでなんだかんだ覚醒しそう。関係持ったら二人で泥沼になりそうだからやばい。この頃はまだ皆の内面わかってない感じなんだよな。一番上っ面しか見えてない頃だからあんなこと言えてたのかなって感じもある。塩の本性見た後の反応見て。今回の弾丸論破はこんなおっぱい大きい子操作させてくれるの？ありがとうございます。90の貧乳。この巨乳でピアノは無理でしょ。赤松さんが推理するけど全然逆方向で西原くんがちょっとずつ軌道修正かける会話が見たかった。一生で死んでもおかしくないと思っていたのに死んだその日はプレイ中断するくらい好き。に絶望 V さんと胸大きい主人公が3連続だったな。まさか弾丸論破で真っ当に可愛い娘が出てくるとは。さすがに一生で裁判前に全滅は商売的に荒れすぎるのでなんか理由つけてセーフにするか記憶リセットなりして仕切り直しか。ちょっと黒幕への殺意が強いだけのピアノ好きな普通の子いいよね。でも黒幕を殺そうって決意できるのは結構ヤバい気がする。普通踏み切れねえって。単純に後々の真実見た時の反応が見たかったんだ。言っちゃ悪いが生き残れないタイプだと思う。あと西原が出ばっかかるし大間もやる気あんまり出さないだろうから甘みが相当しっかりしないときつそう。頑張るけど結果はついてこないタイプだよね。デスロードのとことかそう感じる。あそこでみんなを無理させたのが結果的に暴走に繋がったって考察聞いておうってなった。4章ぐらいで西原くんとせしていきようね。うん、死亡フラグじゃあ。なあこいつら抗議したんだ。実際二人とも存命ならゴフェル計画判明したところでただれたせしそうな雰囲気はあった。じゃあ最初のあのミニゲームで突破してた場合のエンドでは実際あの後の展開みたいすぎるゴフェル計画の種明かししたんだろうか。何がともあれ締めっぽいただれた関係になってたのは間違いない。せした次の日周りにバレバレなのがいい。どっちも顔に出るタイプ。一人だけラブコが現実の延長線上みたいになってるのいいよね。西原くんが理想ドンピシャの男の子ってことだからね。まあ正確には理想というより惚れてる西原くん本人だからそのままお出しされたって感じか。一章だと大間完全にやる気なかったしな。後から見返すと赤松ちゃんに最後にかけた言葉が最大級の惨事すぎる。紅酒赤松さんパートやりたかった。紅酒って視聴者の殺し合いとかよりイチャイチャ見せろよの要望で路線変更した F だっけ。ガバガバな殺人計画で GM もさぞ頭を悩ませたことだろう。ガバガバを逆手にとって最終章への伏線として生かしたのマジで神アドリブだったと思うよ GM。 赤松ちゃん主導だとゴンタ吊るすのが無理ゲーになりそうで西原くんが対立できるとも思えんし。赤松さんは容疑固まっててもゴンタ信じたい派だろうな。もうちょっとうまく立ち回れば一生から黒幕吊るすこともできたよね。そういう一句ください。女子トイレをもうちょっと詳しく調べてたら実際一生から本当の黒当てた場合どうなってたんだろう。初っ端からルールねじ曲げてるくらいだし強制リセットかけられるだけじゃねえかな。西原くんがキリギリさんみたいにどこでも侵入するメンタルだったら今回はメインシナリオで生徒同士が絡んでいろいろ変化が起きるイベント多くて楽しい。あんた赤松のこと好きだったの？興味なさそうで確信聞いてくる春巻。短期間で好きになっちゃ悪いの？って返し好き。赤松が生き残ってたら西原くんラストまでずっと帽子かぶってそう。もし赤松さんが生き残るパターンなら天海が主導というか中心になるストーリーになってた気がする。このようにこのチャンネルではゲームについてのみんなの反応をまとめていくのでゲームが大好きな方ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。またね。